それでは今日はまずは続いて ボイスほら笑顔
お疲れ様です。皆さんもお疲れ様でした。通常の100倍くらい疲れた。来週から何もしたくない。そもそもなんで歌唱メンバーにアンズが、やっぱり来月にしてもらってもいい？ゆっくりお風呂に入ろうっと。みんなお疲れ様。ではまた来週よろしくお願いするよ。来週もよろしくお願いいたします。それではお先に失礼いたします。ピーちゃん、あっちあっちょ、来週もみんなと一緒に頑張るね。プロデューサー様はこちらに。あまり無理しないでくださいね。それでは私はこれで失礼します。プロデューサーさん、お疲れ様です。今週はどうでしたか？大変そうですね。ってプロデューサーさんじゃないですか。びっくりしちゃいました。私はもっともっと仲良くなりたいって思ってるんですけど。プロデューサーさん、そんなことないですよ。私、今度のステージを成功させたいんです。絶対に素敵な歌を届けたいと思って。ライブってみんなと一緒になって作るものじゃないですか。でも今回選ばれた歌唱メンバーとは初めて同じステージに立つ人も多くて、だから他の事務所のみんなともっと仲良くなりたいんです。それでスプリングナイトまでに何かできないかなって思って。はい、そうなんです。プロデューサーさん、さすがですね。親睦会？あ、もしかしてパーティーですか？それならお花見とかどうですか？今桜がすっごく綺麗ですし。
んだろう。私一人でもできるかな。そうですね、プロデューサーさんの言う通りです。わかりました、任せてください。みんなで協力してバッチリなお花見にしてみせますね。週末ステージをはじめ詳しくは